クルーベデフトボールエストレラダ・アマドーラは、ポルトガル・アマドーラに、本拠地を置く、サッカークラブ。2011年に一度解散したが、2018年に、復活した。1989から90シーズンには、達差でポルトガルで優勝し、1991から92シーズンの UEFA カップ・ウィーナーズカップでは1回戦で、スイスのヌーシャテルザマックスを破って2回戦に、 進出した。1990から91シーズン終了後にリーガでオンラ降格となったが、1992から93シーズンには優勝して、スーペルリーガ復帰を決めた。1997から98シーズンには、後にポルトガル三大クラブやギリシャ代表を率いることになる、フェルナンド・サントス監督の下で、過去最高位の7位に躍進した。 2008から09シーズンは深刻な財政難の真っ只中にあり、成績だけを見れば、スーペルリーガの注意でシーズンを終えたものの、二度のカブリーグへの降格処分を下された。2009から10シーズンは、アントニオ・ベローゾ監督の指揮の下で、セカンドディビジョンを10位で終えたが、破滅的な財政状況に変化は見られず、ポルトガルサッカー連盟から2年間の活動停止処分が課された。 2011年にクラブは破産した。ありがとうございます。